ここが神殿の最上階よ。鍵を捧げることで道が開くはずよ。ついに始皇帝への道が開いた。そこは資源にして終焉を表す地、世界を改変する創生の光の源だ。到達したナホミノは望む通りに世界を作り変えることができる。資格ある者よ、始皇帝も進み王者を目指すがいい。しかし心せよ、王を目指すは汝一人ではなく、王者への道を阻む者もいる。王の秩序に従い続けた東の都は滅びた。ベテルはそれを正義と呼ぶのか。古くから神の怒りで滅びた都市はある。東の都も同じことが定めであろう。黙れ天使、東京を滅ぼすのが神の意志ならば、僕は命を懸けてでも東京を再生する。天使を、我らは唯一の神による秩序を否定する。世界はもっと多様であるべきなのだ。創造主の秩序を否定し、八百万の神々による創生を目指すのだ。秩序ある世界を維持するため、神の作ったこの世界を維持しなければいけない。どんな手段を用いても。太宰一郎、お前は何を。乱れた世を正すためならば道を外れることも必要。大切なのは過程ではなく結果だ。奴らに勝て。神の秩序は絶対であり、大天使である私はそれを守らねばならない。そのために神の禁じたナホビノの力が必要ならば、私は神の秩序を守ってみせる。お前と共に。秩序に信じ、盲信の中で秩序を破りし者。前者は王たる資格を持ち王者を求め、後者は古き王をあがめその秩序を守らんとする。我らは新たな王の誕生を求めている。汝もまた導かれし一人なのだ。少年、少年、大丈夫か。君は急に動きを止め、反応がなくなったのだ。
無事ならばよかった。さあ、先へ進むとしよう。やはり君か。始皇帝への道を開いてくれたようだね。さあ行こう。我が兄弟よ、王座は世界は天つかみが手にするのだ。待てよ、その必要はない。全ては神に任せればいい。聞けよ優等生、俺は万魔階段を見て思ったんだ。ゼウスやオーディンといった俺でも名を知っているすごい神様たちがあれだけ揉めていたじゃないか。お前と長官が目指す多様性ってやつの現実があのざまなんじゃないのか。なんだと。力ある神々が集まれば意見がぶつかり、その結果いさかいや争いが起きるだろうよ。だがな、創造主が健在だった頃は世界は平和で秩序あるものだったはずだ。つまりよ、世界は唯一無二の存在、強力な支配者に率いてもらうのが一番なんだよ。その通りだ。神の秩序を守ること、それが大天使である私の使命。束縛された天使の姿である私では貴様らには勝てぬ。それは認めざるを得まい。神のため、そして世界のため、私はあえて悪に落ちよう。全ては秩序を守る力を得るため。私は金を破り打点して力を得たのだ。あの蛇と同じようにな。おお、アブディエル、いくら打点し姿が変わろうと信仰深き大天使様の御心は変わらない。愚かな。神を信じながら禁断の身を望むとは。しかしそれでも創生を行うのは私だ。多神教による多様性ある新たな世界を生み、東京と日本を守るために。いいや、私たちを忘れてもらっては困る。そうじゃ、始皇帝の王座はわらわたちのものじゃ。もっとも他の連中とは違う目的であろうがのう。神の王座なぞこの手で破壊してやる。人の世は人の手のみであるべきなのだ。我らも行くぞ。ダザイイチル。
たや神のしもべが神のために神の秩序を破り、かたや作られた人造魔人が参戦を目指そうとする、思わぬ事態と化したものだが、我が願いは別なの。秩序と混沌の狭間を戦い抜いた者よ、汝の意志はどこにある？汝の真に欲する道を、真なる意志を指せ。人の世よ、人の手のみであるべきなんだ。汝の意志は分かった。天と地を越えし先で汝を待つ。ここが人間の世界に神や悪魔は不要。大層なことを言っても結果はそのざまだ。大丈夫か、悪魔？これしきで我が大義を止められるわけがなかろう。貴様がそうしていること自体、主の作りたまった世界があるがゆえ、主が与えられた試練に過ぎんだ。お前は主の手の上で踊っているのだ。ならば貴様の死という形で試練を締めくくってやる。愛すべき人間の未来のために。往生際が悪いやつだ。そろそろ最後にしよう。太宰、手を貸せ。これがナホビドの力。ヤクモ、しっかりせえ、ヤクモ。すま
ないな、ジョカ。俺のわがままに付き合わせた。これからはお前はお前で好きにしろ。お前も来たのか。人の尊厳のためにと戦ってきたが、どうやら俺はここまでだ。なお少年よ、もし人間の未来を考えるのなら、主らがヤクモの意志を継いではくれぬか。見苦しい真似はよせ。敗れた俺に資格がなかっただけのこと。望みは叶わなかったが、己の生き様に悔いはない。定めた法を乱す人造魔人の登場か。始皇帝まで来たということは、私と敵対し創世を目指すつもりだな。だがそれは許されぬ。神の秩序を守るため、私は王座を狙う全ての魔法人を抹殺する。お主はどんな世界を創生したくてここまで来たのじゃ。少年はヤクモと同じく玉座の破壊を考えているようだ。そうか、ヤクモの意志を継いでくれるか。ならばもう一つの可能性についてぜひとも話しておかねばなるまい。ヤクモとわらわは玉座の破壊を目論んでおった。だがそれは究極の策ではないのだ。究極の策、それはあえて王座につくこと、そして全神魔が消え去った世界を作ること。それを覚えておいてくれ。
ついに来たか。ここが創世の間、神の玉座である。して玉座に着くのはいずれか。拙僧はどちらでも構わぬぞ。やはり君だったんだね。我が兄弟の力を宿せば当然と言えよ。だがたとえ兄弟といえど、目的が違えば相入れることはない。これで王座につくべきナホビノが決まった。拙僧も真の役目を果たす時が来た。一介の僧となりて世界を見守ってきたが、今こそ本来の役割を行おう。さあ玉座へ、そして新たな王となれ。ナホビノよ、あなたの望みは本当に玉座の破壊か。今のあなたの手には新たな方策とそれを成す力があるはず。今一度それを考えるのです。
新たな王の誕生だ。そして新たな世界も誕生する。我が真の名はアミターバ、王に仕える創世の光。新たなる王よ、その座にて願い、王が望む新たな世界の創世を。少年よ、お別れの時だ。作られた存在とはいえ、私も悪魔。すべての悪魔を消すのなら、我が身も消える。ここまで来られたこと、私は誇りに。少し待てる。そして私の声を聞くがよい。新たな王は人間のために全ての神と悪魔を消すことを選択した。しかし人間がいれば必ず悪魔は生まれる。悪魔なき世は歌方でしかないのだ。だがそれを真の永遠にする方法がある。それを知りたいとは思わぬか。私は天と地が果てる場所で待つ。相応の覚悟を持って来るがいい。座に至れたものであるならば、高みに至った私の真の姿を認識できるだろう。魔王であった私は創造主を倒し、その知恵を食らって自称の存在へと至った。そしてこの世界を理解したのだ。それを今から貴様に語ろう。世界は繰り返す。時が経てばまた新たなダートが現れ、王座を追われる。やっとの思いで消し去ろうとも、やがて悪魔はよみがえり、王座をめぐる争いが始まるのだ。果てることなく世界はその循環を繰り返してきた。それが
この宇宙を司る事象、マンダラの法則だ。貴様はそこから抜け出したいとは思わぬか？事象からも自由でありたいと思わぬか？私は真の自由を探求してきた。そして一つの決に至った。私を倒し知恵をくらえ。そうすればマンダラの法則から脱却ができる。私はそのために事象となった。でかしたぞ、新たな王よ、我が子らよ。それでこの世界は事象より解き放たれるであろう。そしてルシファーの知恵により君の作る世界は永遠となる。この戦いの末に私たちが掴んだ真の自由、さあその仕上げを行おう。君が求める世界には神も悪魔も不要。今度こそお別れの時だ。だが私たちは魂を同じくする者。君の行いは私の行い。世界よ、頼む。
人の世の歩みが一つ終わりを告げた。新たなる王は新たなる秩序で創生を行った。そこはかつてと同じ世界、そしてかつてと違う世界。王が望んだ全ての悪魔から輪廻のシステムから解放された世界である。しかし諸行は無常なるもの。マンダラを超えた世界が恒常に存在できるものか否か、未来は大宇宙の意志だけが知っている。